眠らず働く令和日本、勤務先でかい企業、アイムジャパニーズサラリーマン、吐く言葉かなりリアル、取引先は神様です、誠に申し訳ありません、御社の成長と発展に貢献させろ、くそったれ、老後の資金そういうが、給料さえ仮想通貨、人生の勉強代は経費で落とせねえ、クソが、バブルゆとり生え抜き窓際叩き上げから上の骨、ストレス地獄を生き残れ、摩天楼の上で踊れ、6時起床7時出社8時朝礼、社訓の昭和規則正しく行う挨拶、一生懸命頑張ります、長時間労働ない終点、たどり着いた我が人生、今日も仕事が終わらない、我が社はブラックホワイト、黒か白の社会で灰になるまでは、グレーゾーン探して働き切ってく、ワーカホリック東京市で走るドブネズミ、ワイシャツとリクルート燃えるまでディスるショー、働きたくないぜ、働きたくないぜ、働きたくないぜ、やっぱり働きます、セクハラパワハラリークしてやるクソ上司、自己責任だろうてめえの、ネクタイと気を引き締めろ、先輩上司に気配りを、後輩部下に気遣いを、 SNS の裏垢でちょっぴり愚痴ってもいいだろう、この会社は奴隷市場、さあみんな証言しな、なのに定時で上がる途端冷たい視線は何なんだ、社畜の証が社員証、まあいいよまた一歩近づくぜ爆発するぜ働き方改革、給料明細引く税金、酒が精神安定剤、景気が良くても悪くても業務内容は関係ない、とうとう限界線迎える労働生産性ならば変えるしかないね、俺の人生ブラックホワイト、黒か白の社会で灰になるまでは、グレーゾーン探して働き切ってく、ワーカホリック東京市で走るドブネズミ、ワイシャツとリクルート燃えるまでディスるショー、ノルマ上がると気分下がるよ、働きたくないでも生きれない、働かないと生きてはいけない、中指立てるの簡単だけど、愚痴るよりもそう行動しろよ、それが俺たち日本のサラリーマン、楽に静かに白黒つけます、黒か白の社会で